皆さんこんばんに、ご機嫌いかがでしょうか。市村正樹です。だいぶ寒くなってまいりました。皆さんくれぐれもお体にはお気をつけください。ということで、毎年この時期になりますとクリスマスソングが街中から流れてくる。テレビも頻繁にクリスマスは夫婦でを思うなんていう、曲が流れていきますけれども、たまにこの曲題材として僕動画アップしてるんですけど、クリスマスイブ、今回は指を2箇所だけ、2本だけってこっちの指使うこともあるんだけども、2箇所だけ押さえて弾いていくっていう、ものすごく簡単にクリスマスイブ、山下達郎さんの曲を弾いていくっていうのを伝授します。ただし、本来のコードじゃないんで、少しアレンジしてテンションノートっていう音を6度とかそういうのを使って2本で弾くっていう方法にしていきたいと思います。これは今度発売するストロークだけの弾き語りから脱却する方法っていう本にはアーティストさんの曲は取り上げてないんですけども、著作権関係で OK なクリスマスソングは少し取り上げているんだけれども、とその話の本の流れとしてのコードなんて勝手に作って変えちゃえばいいんだよっていう、自分で好きなサウンドみたいなのを見つけて、それで覚えやすくしちゃうっていう方法でいってみたいと思います。じゃまず一通りなんとなく弾いてみると、そうだ、これ本当は A キーなんで、G キーで弾くにはカポ2でこれ弾くと一応音源とは一緒になるんですけども、歌いやすさっていう意味では達郎さんの声結構高いんで、歌いやすさっていう意味ではカポなしで G キーで、これの二弦解放の音からこの辺から歌っていくと歌いやすいです。じゃあまず一通りいってみますね。 1,2,3,4 間開けて、これで一応一通りです。で、1個ずつ見ていきます。で、このコードは4小節ずつ4つずつ横に並んでるとして、1個目、例えば4回弾くっていう手なんですよ、これ。1、2、3、4。1、2、3、4。っていう手です。で、まず G6。本当は G っていうのは1弦の3フレットを押さえるんだけど、こんなものいりませんよと。G6 っていう、こっから8、7、6って下がってきた音。ソの3弦解放から数えて、1、2、3、4、5、6。6番目の音を入れてるから、これ G6。押さえてるのは薬指が6弦の3フレット。中指が5弦の2フレットの2箇所だけ。これはビートルズのヘルプ終わりっていう音なんだけど。け。で、次が、本当は D コードなんだけども、あえて今、一弦解放っていう音を入れたから、わざと D も、一弦解放にしちゃう。で、Em7。Em7 はこの後後半ね、最後にちょっとだけ中級者コースっていうのをやりますけども、まずはまあ、中指1本だけの。雪やとかも、ルだろうで。ここも本当は D でいいんだけども、ちょっとサウンド的にキーボードサウンドっていうのが6度の音になってるんでっていう。これは、4弦の解放から数えて 1,2,3,4,5,6 弦解放を入れると6度 D の6っていう D6 っていうサウンドになります。一応この D が D でもいいんですよ。別に3本指使っちゃう今無理やり2本指にしようとしてるんでっていうか、まあ、一応 D6 っていうコードなんでちょうどいいわと。これで1列弾いてみると、ね、そんな難しくないですよね。で、次、サイレントナイトは C メジャー7。C の人差し指離しちゃえば C メジャー7。サイレント。で、次、Bm7 なんですけど、Bm7 ってひょっとしたら、こういう2フレットをバレーしてこうやって押さえる、この方法で覚えてる人が多いかもしれないんだけど、これを置き換えて、Bm って音で置き換えていくと、こういうサウンドでも良くなっちゃうっていう。で、それさらに、2弦の解放っていう音を、持続させる。今キーポイントになってるのはある程度2弦の解放の音を持続させるっていうところを狙っているので、これも結構 Bm7 の代用品というかな。本当のこと言えばちょっとだけ違う音がサス4って音が入ってるんだけど、でもここまでで割と1弦と2弦解放の音が多かったよねを利用して、これを Bm7 にしています。で、Am7。49のナイトの時に Am7 の中指離せば、それが Am7 on D。D 分の Am7。これが D 分のね。Am7 っていう押さえ方があって、そこに一番低い音を低音にする、4弦の解放にすると、中指離せば、で下4本弾けばこれで Am7 on D っていうコードに、分数コードになります。この1列だけ弾いてみると、サイレンナイト、49中指で離すだけだから楽でしょ、ここ。まあまあ、本当はね、厳密にいけばもうちょっと難しく、なんかこんなようなサウンドが入ってるんだけども、まあそれはあくまでもキーボードというか鐘の音が鳴ってる音。これ鐘の音がギンゴンガンギンゴンってなってるっていうね。なので、ここは例えばなんかその歌本とかインターネット上のコードを見てもちょっとわけわかんなくこうって書いてあるかもしれないけど、そういうことはあまり気にしない。ちゃんとまずは4拍子に乗ってって1 2 3 4 1 2 3 4で弾いていくことが大切です。最初の頃はね。で、ここまでいったらもう一回さっきの繰り返しがあって、の音がの声がギリギリもうちょい上かな、まあ、ここの音が出せる人は2カポで弾いてください、出せない人はカポなしでやりましょうっていう、あとはもうさっき出てきたコードばっかりですから、 C メジャー7が心深くで、これは8拍分2、3、4、1、2、3、4で Bm7 で、今度も Bm7 から薬指を離せば Em7 になるからね、こういう風に音っていうのはなんか前のコードから1個音が変わるだけで次のコードに行くのが美しいコード進行とも言えるんですよ。で次も Am7 でまた中指離すだけの叶えられそうもないの E のところでちょっとこうちょっとサウンドをこう上げていくといい感じ。次の「必ず」のところにつなげやすい。で、戻りますと「必ず今夜なら言えそうな気がする」「サイレン」パラパンポンピンポンパンポンポンパン。このパラパンピンポンは一旦諦めてください。はい、で、これでもう全部のコードが一応出ました。全部出ちゃいましたんで、あとはまあストローク弾きするなり、なんとなくアルペジオっぽく、ピック使っててもアルペジオっぽく弾く。なんかこの、同じ音が持続するのがなんか結構かっこいい、美しい、かっこ美しい。ここは変わるけど、ね、持続音があって音が変化していく、ベース音が低い音は変化していく、そういうところがいいっていう。これで一応一通り全部なんで、一緒にやってみますか。1、2、3、4。戻るよ。はい、ここまでが初級コースの2箇所しか押さえないで指2本ずつで、簡単にクリスマスイブを弾いていく方法です。で、ここからが中級コースなんですけども、中級コースはさっきまでちょっと説明してたことにちょっと近くって、音を持続させていく面白さ。さっきは1弦が割と持続してたり、それと2弦の解放。この2つの音のどっちかが割と持続しているよねっっていうのを狙うためにわざと指を2本しか使わないっていうアレンジをしました。今度は2弦の3フレット。この音を持続する。でも指は2本とは限定しなくって、3本使っていくんだけども、2弦の3フレットのこの音。この音を薬指で押さえて、途中で小指に変えるんだけど、これキープしたまんまちょっとアルペジオっぽく弾いてみますっていうのを。変えちゃった。小指でもいいか。全部小指でもいいな。運指は別に特に指定はしません。全部小指にしといた方が弾きやすいかもしれない。それは人それぞれなんで選んでください。で、基本的に1弦が開放、2弦が3フレット。この2つの音は本当は同時に鳴らすと、本当は不協和音なんだけども、低い音じゃないから、割と高い音だから、そしてアルペジオっぽく弾けば、そうすれば別に不協和音っぽくなくなるっていうね。でもストロークで弾いたって別に構わないんだけど、これで。この持続をしているこの。この音がクリスマスの鐘の音みたいな感じがするじゃないですか。そういうのをアレンジの中でね、そんなに難しくなくって、むしろ1弦と2弦は絶対に変わっていかないんだからねっていう意味でいけば、ひょっとしたら簡単かもしれないと。でこっちも指2本で弾こうと思えば弾けちゃうけども、いいでしょう。別にこだわることなく。あとね、もう一個あるんだけどね、本当はこう、小指を1弦3フレットに置きっぱなしにして、こっちにしちゃうっていう、こういう弾き方もあるんですよ。これもありはありなんだけど、僕のこれは単なる好みとして、僕の好みはこっちの音の方がちょっとだけ不協和音になりかかってる感じの音が、ノートルダムの鐘の、そんなことないな、こうね、2つの鐘がこう2つ、鐘って知らないけど、外国の鐘ってこう1個なんですか2個なんですか 2個こうやって動いてるイメージないですか。それがこの2つの音がちょっとだけ微妙に違う音っていう。ということで、これで、特にサビのところは今までと一緒で、こっちでもいいんだけど、歌いやすいか歌いにくいかでいけば、サビは普通なコードで弾いといた方が、こうずっと1曲2分間ずっと同じサウンドであるよりも、サビはちょっと弾き方変えた方がいいねとかいろいろあったりするんでと。でもう一個、最後にもう一個だけ、Am7 on D っていうコード、割と難しくないから Am7 の中指捨てるだけっていう、難しくないからどうってことないんだけど、このサウンドって実はここの5フレットの5弦からこことサウンド一緒なんですよ。こいつが同じでしょ。でまあ一弦の5フレットもなっていいんだけど、この押さえ方覚えて帰ってください。どこへ帰るんや。例えばF シャープか。ここが限界だな俺は。はい、ということで、いろんな押さえ方、 G って書いてあったら G コードを弾かなきゃいけないってわけじゃなくって、 G って書いてあってもちょっと勝手になんか入れて弾いてみるみたいなさ。一番低い音は G の方がいいよ、もちろん。でもそれ以外の音でサウンドが合うんだったらこうでもいいし、これ G6 で、これがまあこれ G なんだけど G6 のちょっとサウンド違い、これ G。 お、なんか聞き覚えがあるぞ。これはイントロです、最後にイントロ。イントロは D サス4なんだけど、こっちなんだけど、こういう感じ。こんなようなイントロをつけて、弾き語りで人前で演奏する時って、イントロのその後のガッガッガッゴッガッキッコンコンのところとか、そんなに全部アーティスト音源さんと同じ尺っていうか小節数でやる必要はなくって、特に途中のパラパンパンピンポンパンポンのコーラスは無理だからっていう、はしょるとこははしょって人前で演奏する時ははしょんないと、聴いてるお客さんが今 何の時間なんだろうって待っちゃうってことになるから、はしょるところははしょって簡潔に、最後のエンディングもそんなに長くやんないで、なんとなく一周やったらで終わった方が簡潔短めに。そうするとこれは正直ねお客さんが拍手しやすくなるエンディングの終わり方を作るべきなんですよ。音源はフェードアウトでしょ。だからフェードアウトを表現するには、まあ、テクニカルフェードアウトっていう作戦があるけど、こういう。これはテクニカルフェードアウトなんだけど、これはお客さんが拍手しにくいんですよ。こうやってみたいなことをやった方がお客さんは拍手しやすいっていう、そんな感じで、まだ間に合いますから、今からってわけで、あ、そうだ、僕の次の本は今みたいなの、今のことは書いてないですけども、今みたいなことを考えるっていうためのストロークだけの弾き語りから脱却する方法っていうのは、クリスマスイブイブ12月23日に発売です。きっと君の家に本が届くクリスマスイブイブイブ。あ、今一回多かったということで、皆さん以上でございます。良いクリスマスを。じゃあね。